こんにちは、カウンセラーの山手美です。ですね、今日は、なんかすごい私怒られたり嫌われたりしてるのに別れられないとか、なんだろう、私こんなに変わってる来たのに、この人なんかはなんか変わらないなとか、まあ、カウンセリング中によくあるんですけど、頑張って始めたらいきなりなんか状況が悪くなっちゃうみたいななんかそれってどういうことみたいな、まあ私のカウンセリングでもありましたね。別居関係あったし、逆ギレめっちゃあったし、パートナーの、離婚届持ってきちゃった人とかねなんか自分がやっとなんかメンタル面で自分のことを見て、やっとインナーチャイルドをなんか癒して、やっとなんか自分のなんかこんなことやめたいってやったらわがままだって言われたみたいな、すごいよくあるんですよ、わがまま説みたいな。で、今までわがまましちゃいけないと思ってすごい我慢してきた人ほど、なんかその我慢のボルテージっていうか、なんかもう我慢をやめたのに、やっぱり我慢をやめるとやっぱり嫌われるみたいな。でこれね、最後の一歩だと思うこといいんですよね。結局その思い込みっていうのがあるじゃないですか。我慢をしたら嫌われるとか、あ、我慢をしないと嫌われるとか、好きなことばっかりやってたらダメだとか。で、なんかね、本当に嫌われたり本当に嫌だと思うんだったら離れられる、離れることができるんです、その人と。わかります？あの、振られたりとか、まあ、本当に別れることができるっていう言い方をしますけど、できる人ってそこに共通点でもう見えないからなんです。でも例えばそのな、お前わがままじゃないかって言われて共通点を見出しちゃうっていう人は、自分の中にまだわがままだから嫌われちゃうからって思っている部分がちょっとでもあると、相手はそれにつけ込んできます。で、もうこの人絶対合わないな、無理だなと思ったら、相手もパートナーも別れようと努力できるし、別れることをすることもあります。まあ、付き合ってる時にいきなりなんか連絡が来なくなっちゃったりとか、本当まさにそれってなんかお互いの人生の、まあ、フェーズが変わっちゃったみたいな、レベルっていうのがな、まあ、なんか人生の生きている世界が変わっちゃうんですよね。だから同じことを信じてない人とは一緒にいれないんですよ、基本。だから自分自身が自分に価値がないとか、自分がもう心の底からそれを払拭しない限りは、それを、まあ、それをついてくる相手を必ず見える。だから外にもし自分のことを否定してくる人がいたら、もう本当に本当に自分のことを否定するのは今回やめようって努力しない限りは。でね、それはね、やっぱりね、ちょっとね、まあファイナルファンタジーみたいなのがあって、ゲームみたいなとこあります、結構難しいみたいな。で、まあ、ゲームだと思ってくれとよく言いますけど、その人生ゲームの中で本当にこれクリアにしないとダメなことはもう目に見えて出てくると。で、なんか逆に言えばね、別れたりとかできた人って、ある意味そういう意味で自分が変化して別れることができた人って、ゲームクリアなんですよ。で、自分が変化しないでやっぱあいつもとか言いながらも、別れてまたなんか私も新しい人見つけようと言うと、大体同じタイプの人選んで、またセックスレスですとか、またモラハラ系ですとかになっちゃうんで、このね、今回だけは頑張ろうみたいな、やってくれないとですね、大体その自分の本当に心の底から自分の存在を何もしなくても大丈夫っていうのを、OK 出していくっていうことはですね、すごい難しいんですよ。私自身は主婦だったんで、やっぱそのことを、前回今回ね、そのセラピストさんにやってもらった時に、やっぱりその過去の主婦でいた17年間っていう時代をどこかで否定している自分はいなかったかっていうと、いるんですよ、やっぱりそのね。で、それはなぜかっていうと、お金を稼がない人は価値がないみたいに勝手にやっているみたいなところがあって、なんかその時間っていうのが実は私にとってはすごく豊かな時間で、それをやるために、いわゆる主婦をやるために生まれてきたみたいなところがあったにもかかわらず、それを否定してしまったら
でもね、戻りやすいね、やっぱこれはね、こればっかりはなんかいろいろ絡んできてるんだなって思います。で今まあね、働いてるからまだいいですけど、その戻りやすい自分というか、そこの部分をやっぱり見ないと、あのそれ自分で作ってることですもんね、結局ね。そう、自分で自分を否定してる時間みたいになっちゃうじゃないですか。ね、本当にそれをやってよかった、それでいいんだよって、あなたはそれでいいんだよって、過去のこともそうだし今の自分もそうなんですけど、 OK を出していくっていうのは、まあ実際簡単な作業ではないのかもしれないです。ただ自分でやってるから自作自演なので、あのそこはね、やっぱりこう自分で頑張るしかないですね、今回ばっかりはみたいな。っていうのをこう変わろうとした時にやるべきことの一つなのではないかなと思ってます。そして、あの周りがね、変わらない時は別れますからすいません、こんなこと言ってみたいな。だから別れられなくて、ずっとなんか腐れ縁みたいになって、お互いを傷つけ合ってるのかなり依存で同じ考えを持っている。だからもう自分の中に本当に同じ考えがないとなれば、あの世界は変わってきます。必ず変わる。これは本当に本当にみんな言ってることだし、私も体験したことですね。ということで、今日は自分を変えるときに出てくる、まあ、あのブロックは自分の中だけではなくて外にも見えてくるっていうことです。です。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。